iPhone 11の今回はグリーンを買ってみました。グリーンの 128GB ですね。これが、まあ、結構そのプロまで行くと十何万っていうことだったんですけども、まあ、キャリアで、まあ、9万円台で買えるっていうことで iPhone 11の、128GB グリーンを買いました。こちらですね、こちらを開けることによってかなり思ってたよりなんかこう思ってた塗装とちょっと違いますね。なんていうんですかね、ちょっとカメラだと分かりにくいかもしれないんですけども、透明度のある感じのペパーミントグリーンですね。ペパーミントグリーンのベタ塗りじゃなくてこう、ガラスの奥にグリーンがある形で手前がまあ、透明のガラスっていうことで、なんかこう水の中にあるようなというかゼリーみたいな感じのそういう質感というか色の感じですね。で、光沢がすごいあって綺麗ですね。これはちょっとカメラだと分かりにくいかもですね。ちょっとカメラ自体がサイドがちょっと低いんで、実際はもう少し鮮やかな感じのペパーミントグリーンになってます。下側ですね、ライトニングと、まあ、スピーカーマイクがある形ですね。で、側面 SIM カードを入れるところと電源ボタンですね。で、こちらがボリュームボタンと、マナーモードのボタンですね。で、上は特に何もないですね。で、裏側のところはカメラが2つですね。あの iPhone 11の Pro の方は3つのカメラなんですけども、ちょっと見た目がちょっと気持ち悪い感じなんですけど、2つのカメラなんでまだそんなに気持ち悪い感じはないですね。ロードバイクのことだったら、まあ、多分ペラペラいろんなことを喋れるんですけど、 iPhone に関してはそんなに何か気の利いたことを喋れるわけではないんで、うまく説明することはできないんですけども、まあ、今回なんであの iPhone 11の Pro じゃなくて iPhone 11の方にしたかというとですね、前回はあの iPhone XS と、iPhone XR ですか、その、まあ通常モデルと廉価版みたいな形で結構その、性能差が大きかったんですよね。まあその場合だったら僕は多分 iPhone XS の方を多分選んだと思うんですけど、今回は iPhone 11が標準モデルで上位モデルが iPhone 11 Pro という形だったんで、まあその CPU とか、グラフィックの性能とかメモリーとかついてるレンズそのものとか、まあ、カメラ性能は一緒なんですよね、画素数とか含めて。ただその望遠のレンズがついてないっていうだけなんで、そこはあんまり僕望遠使わないかなということで、まあそこでかなり3万4万の差があるっていうことだったんで、まあそこまでいらないかなっていうことで、まあストレージも 128GB あれば十分だと思ったんで、こちらにしました。あと色もなんかこっちの方が綺麗だなと思ったのと、このツヤがある方が好きだったのもありますね。ちょっとスイッチ入れてみたいんですけど、あ、つきました。ハローということで、まあおなじみのですね、こんにちは、はい、上にスワイプして開く、で、日本語を選びます。日本、はい、クイックスタートということで、今までの iPhone を近づけると
新しい iPhone をカメラに向けてください。今ちょっとパスコードを入れてみました。 iPhone SE とちょっと今横に並べてる状態ですけど、やっぱりかなり大きくなってますね。で、僕はですね、その、まあ、この iPhone SE のサイズと軽さがすごい気に入ってたんですね。 SE の軽さは 110g ちょっとなんで、 200g 近いのと比べて、ね、半分ぐらいの重さなんで、まあ、それが気に入ったんですけども、ちょっと新しいのが出そうにないんで、変えました。ちょっとフェイス ID を設定してみますね。新しいのがもう出なさそうだったんで、ついに買い替えることにしました。ちょっと最近そのバッテリーの持ちが悪くなってきたのと、使ってるとすごい熱ってか熱くなってくるんですね、熱を持つというか。それが iOS をこうアップデートしていくと、本当にそのまあ減りが早かったり熱くなったりっていうのが続いたんで、そろそろちょっと最新の OS を使うには厳しいのかなっていうふうに思いました。ちょっと Apple Pay の設定は後でします。Apple Watch をこっちで使いますね。Siri の設定ですね。Truth on Display、僕特にいらないんで。外観モード、ライトモードとダークモードっていうのがですね、ちょっとダークモードっていうのを試して、見たいですね。画面上こっちの方が綺麗かもしれないですね。で、今回の iPhone 11なんですけど、裏のまあ表もそうなんですけど、このガラス部分がかなり高度の高いガラスを新開発で使ってるっていうことで、なんかまあコインなんかで削っても全然傷がつかない、逆にコインの方が削れるみたいな、そういうのもネットで出てましたけども、まあ僕みたいにそのケースを使わないんでガシガシ使う人にはすごいいいなと思いました。はい、こちらの本体以外の方の中見ていきましょう。取説ですね。で、まあいつもの充電用のアダプターですね。iPhone 11 Pro の方はこれよりも大きい急速充電のものがついてるみたいですね。これは普通の USB のタイプ A なんですけど、タイプ C のものがここに刺すようになってて、まあ、高速充電、急速充電ができるタイプのものが Pro の方にはついてるんですけど、これは今まで通り、iPhone 11 の方は今まで通りのこのコンセントというかアダプターがついてます。で、こちらが、イヤホンですね。まあ、これは多分使わないですね。で、いつも通りの、USB のタイプ A とライトニング。まあ、こちらにこうつながるもののケーブルがついてます。こんな感じですね。多分、これはどれも使わないんで、そっとしまっておきます。結構物を買ってその後使って飽きた時にヤフオクとかそういうので売ることが多いんで、こういうその付属品とか箱とかものすごい大事に取っとくんですよね。だから基本的に売る時にはもう次の人が新品買ったなみたいな感じの状態で受け取れるぐらいの付属品の綺麗さで残してますね、いつも。
で本体もまあ、iPhone とかはまあ結構毎日使うので傷とかつくんですけど、割合その何でも、傷とかつかないような使い方をして、まあ最終的に売るときにはかなり状態のいいものを他の次の人に使ってもらいたいなってことで、相当こう気をつけてあのものを使うようにしてますね。それはまあロードバイクとかも一緒なんですけども、とにかく傷はもう本当つかないような風に、使っていますね。でこういう付属品箱とかも極力もう使わない、新品の状態で残しておくっていうのをちょっと個人的には心がけてますね。その方がやっぱり高く売れるし、あの買ってもらった人にも喜んでもらえるかなと思ってます。インスタを開いてみましたけども、やっぱ表示する件数が全然違いますね。まあ多分今更 iPhone SE のサイズと比べてる人はほとんどいないと思うんですけども、まあこういう人もいるということで、ちょっと見ていただければって感じですね。こうやって見るとここがすごい無駄ですね。ここにやっぱ文字を入れないとダメかな。若干なんですけども、iPhone 11の方がちょっと黄色っぽいですね、画面が。まあこっちがちょっと青すぎるのかもしれないですけど、YouTube を開いてみたんですけども、ちょっと表示に差が出ますね。ここのメイン画像がめちゃめちゃ細く出てあんまり良くないですね。ちょっと再生して、やっぱり画面が大きい分 YouTube 見るのはすごいですね。まあいつも僕動画の方はあの iPad mini で見てるんで、まあ、iPhone ではそんな動画見ることはないんですけども、まあこれぐらいやっぱり綺麗に見れると iPhone で動画見てもいいかなとは思いました。まあ今ちょっと iPad mini と比較なんですけども、やっぱり iPhone 11がまあが大きい映像で見れるんですけども、 iPad mini の方はさらにその同じ以上のサイズで見れた上に、コメントをこう見ながら、動画が見れるってことで、やっぱりまあ YouTube を見るんだったら、まあ、iPad mini の方がやっぱり見やすいかなとは思いますけども、まあ、なんでその実際僕の使い方と iPhone っていうのはそんなにこの動画見たり、漫画見たりウェブ見たりってことはほぼしなくって、まあ SNS 系ですね。 SNS 系をまあ iPhone で見て、まあウェブを見るとか Kindle で漫画見るとか動画見るとかっていうのは基本的にはまあ iPad mini で見た方がまあいろんな目で便利かなと思ってるんで、まあ今後それは変わらないかもしれないですね。 iPad mini のやっぱ一番いいところは、こう片手で持てるっていうのが一番、片手で掴んで持てる、これはもうひっくり返して、もう、落ちないんで、こう iPad だと多分こういう形でしか持てないんですけど、こっちにこう手が出ない、掴めないんで、やっぱりひっくり返す、要は、寝っ転がった時に自分の顔の上にこう向けて、見るっていうのができないんですけども、 iPad mini だとこういう形で簡単に片手でこう自由自在に持てるんで、やっぱり、これはまあウェブ見るとか動画見るとか、まあ Kindle で漫画見るときにはやっぱ最強のアイテムかなとは思ってます。
で、iPhone SE からですね、iPhone 11に変えた理由の、また別の理由が一つあってですね、最近ちょっと車を新しく変えるんですけども、その車が、こういう iPhone なんかの、ワイヤレス充電が、座席のコンソールのところですね、コンソールにこう置くだけでワイヤレス充電ができるっていう、そういう車なんで、まあ今使ってる iPhone SE だとそのワイヤレス充電っていうのができないんで、まあその機能が活かせないんでちょっともったいないかなって思って、まあそのどうせまあワイヤレス充電のできる車っていうのをちょっとまあ最大限ちょっと利用したいなってことで iPhone の方も新しくしたっていうのもあります。はい、いかがだったでしょうか。今日は、Apple の iPhone 11の開封動画でした。まあいつもはまあロードバイクの、YouTube 動画上げてるんで、ガジェット系というか iPhone のこう開封動画をまさか自分がするとは思ってなかったんですけども、たまたままあ発売日に買ったんで、まあちょっとインプレというか開封動画撮ってみました。まあ今後のところではこのまあカメラですね、このカメラを使った検証なんかもしていきたいと思います。あとはまあやっぱりロードバイクの方の動画ですね、こちらは、どんどん撮っていきたいんですけど、なかなか最近休日出勤が多くて休みにこう自転車に乗れないんで、なかなか撮影ができてないんですけども、また時間が取れ次第ズンズンロードバイクの動画も撮っていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた。